現代文って何言ったらいいか分かんないな。まあやろ、なんとなく、まあ僕ここ解けてるしな。あれ、なんとなく点数取れたのが取れなくなってる。なんでな。こんにちは、マイケル太郎です。今日はスタートダッシュシリーズの第5弾としてですね、文系の人はもとより、今理系の人の最大のお悩みである現代文に関してお話ししていきたいと思います。って聞いて、あ、現代文か、ほら興味ないわ。現代文なんてさ、結局はフィーリングやし、まあ、なんか数学とか理科みたいな取り方があるわけではないしな、うん、何勉強したらいいかもわからんしな。って思ってこの動画パチッと消そうとした皆さん、ちょっと待ってください。今回はそんなあなたのためのお話です。このまま現代文はですね、もう勘でえねえねえ、もうえねえねえって人はもう別の動画に行ってもらって全然構いませんが、でも現代文の成績を安定させたい、なんとかして夢の共通テスト9割を取るんだって人にはですね、必ず損をさせない動画になっていることをお約束いたします。ではいきなりですが、結論から申し上げますと、現代文には読解の型が存在します。数学や理科と同じです。この型をまず勉強、覚えて、それを使って運用して解いていくことで、今までフィーリング、ここ気持ちで解いていた現代文の問題を再現性を持って解けるようになります。そもそも現代文とは、文章を読んで回答に必要な情報を集めて、それをもとに設問に回答する教科です。当然ここには情報の集め方と設問の答え方が存在します。前者が読み方、後者が解き方です。皆さんはこれを、この勉強をすっ飛ばしちゃってるんですね。ピョーンって感じです。まあこれはですね、原因がまあ学校で教えてくれなかったりとか、そういうことのために、まあただただですね、この気持ちでフィーリングでですね、解いてしまって、謎の文章を書いたりとか、まあ試験中にですね、運任せに鉛筆コロコロピンみたいなことをしてしまうわけですね。と、読解法を勉強しようぜって話をしてきましたが、まあこう言うとですね、どうやって勉強すればいいねんとか、まあなんか聞いたことあるけど、どれを使っていいか分からへんっていう人いると思います。お任せください。読解法のインプットにおすすめの参考書がございます。まずセンター試験の過去問で8割なんか取れるわけねえぜと思ってる人たちはこちら、柳生先生のゼロから覚醒始めよう現代文、そして現代文プラチナルールがおすすめです。前者が読み方、後者が解き方のインプットですね。特にゼロから覚醒は現代文がどういう教科かってというところからですね、説明してくれているため、本当に現代文アレルギーが出るっていう人にもおすすめです。そして、はん、8割取れちゃってるぜキラーみたいな超優秀な方にはこちら、現代文読解の基礎講義。これは先ほど紹介したですね、こちらの2冊をシステマチックにちょっとまとめてくれています。でも問題の難易度が非常に高く、解説もやや抽象的に書かれているので、現代文成績はある程度取れているよ、下地はあるよっていう人でも安定しないなっていう人とか、いや読解法とか学ばず8割超えちゃってるよっていう人ですね、そういう人向けの参考書です。はい、今回は現代文のスタートダッシュの話をさせていただきました。このチャンネルは国語苦手な人を多く見てると思います。まずはですね、国語夏からやればいいやろうとか、そういうこと思ってるかもしれませんが、共通テストの相手めっちゃでかいのでですね、まずですね、ゼロから覚醒これ1冊、そしてプラスアルールこれ1冊、この2冊だけでいいですから、夏までに終わらせてください。それだけであなたの共通テストの本番の点数がめちゃめちゃ変わりますので、ぜひやってみてください。国語でもう本当にですね、大志望出せなくなる人って、まあ、本当にマジマジめっちゃ多いね、めっちゃ多いから、本当にその後悔だけはあなたはしないように、今から手をつけるように、ちょっと時間割いて今から手をつけるようにしてみてください。理系教科で無双したらええやろって人もですね、それ本当に難しいから、本当に一握りな人としかできないから、現代文きちんとやるようにしてみてください。このチャンネルでは受験勉強全般に関することを論理的に解説するということをやらせていただいております。また僕たちはシェアリングナレッジという教育サービスを運営させていただいております。論理的な勉強計画を作ってほしい、より深い具体的なロジックを各教科動画で見てみたい、そのような方は、コメント欄または、概要欄の方から1週間無料体験ご参加ください。これからも皆さんの勉強を、なんとなくの勉強から全てに意味がある論理的な勉強に変えていけるような動画を配信させていただきたいと思っております。よろしければぜひ高評価とチャンネル登録の方していただければ幸いです。またコメントに関することなんですけれども、僕が返させていただいたコメントにさらに返信をされても一覧で確認するという機能がないので、僕側で確認することが全てできなくなって、返せる人と返せない人っていうのが出てきてしまうと不公平が生じてしまう場合があるので、僕がいただいたコメントに返信させていただいて
際にそれに返信いただきましても基本的に返せないということになってしまいますので、そういう場合はですね、まだ疑問があるという場合はさらに新しいところですね、何でもいいのでコメントをいただければ、そちらにまたもう一回返させていただくことが可能なので、再度新たな動画にですねまたコメントをいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。明日の夢サポムービーズは英語学習ならスタディサプリ。なんかすいません、はい、ほんとすいません、ごめんなさい、はい、お楽しみ。